JA 小松市の農業応援大使にあの人が就任しました。JA 小松市の農業応援大使に就任したのはお笑いタレントの小島よしおさん。 JA が発行する雑誌の連載や SNS を通して食育活動を行ってきたことから、 JA 小松市の創立50周年を記念し大使就任となりました。ぜひですね、あの小松の、子どもたちにこう野菜の魅力、こう農業の楽しさ、そういうものをですね、面白く伝えて、また一緒に体験できるようなそういう機会をぜひ作りたいなと。任期は1年間で、イベントや SNS で小松市が誇るトマトや米などを発信していくということです。私ね、こう石川県出身地じゃないですけれども、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、気持ちをしっかりとね、愛する気持ちさえ持っていれば大丈夫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 だと思ってます。